土曜日といえばもうお分かりですね。夜8時半から酒飲み生放送やりますので、ぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。さて、ネタの源泉かけ流し2頭夢野さんなんですけども、何やらまたトラブルになっているようですね。しかも敵対勢力と揉めてるんじゃなくて、いわゆるお仲間というか左派ジャーナリストの人といろいろあったと。まるで意味がわからんぞっていう感じですが、経緯はこうです。2頭さんが代表を務めるコラボが1月11日にやったバスカフェに左派ジャーナリストの渡瀬夏彦氏がやってきたそうなんですよ。もともと2人は面識があって、2頭さんが辺野古に行った時にはいろいろ案内をしていたといいます。ここで唐突ですがクイズです。そのジャーナリスト渡瀬夏彦氏は一体何のためにやってきたでしょうか。誰でもわかる2択にしましょうか。1、バスカフェ事業への妨害を避けるために警備をしに来た。2、エロ文化を守るべきだと説得しに来た。いや、これちょっと簡単すぎますかね。正義感の強い左派ジャーナリストですからね。答えは当然2のですね、エロ文化を守るべきだと2頭さんに説得するために来たでした。いや、おかしいでしょう。2頭さんはこのジャーナリストが来てもバスに入れず、女の子たちの対応をしていたそうなんですが、2時間ぐらいしてもうすぐ帰るから挨拶がしたいと言われて出ていくと、その男性にエロ文化は守るべきという持論を繰り返され、マンスプされましたと2頭さんはツイッターに書いていますよ。あ、一応マンスプについてもね、ちょっと解説を入れておくと、マンスプレーニングのことで、意味としては男性が女性に偉そうな態度で語ってくるみたいな感じです。僕は福島みずほさんのツイートでこの言葉を知りましたね。まあこれなんですけど、まあ、ちょっとこれでは分かんないんですけど、まあ、言いたいこととしてはマンスプレーニングなんですよ。ちょっと話がそれましたが、どうやらこの、渡瀬夏彦さんっていうのは室井ゆずきさんに同調しているというか、そういう面があるようですね。その2頭さんと室井さんの関係性なんかについても会話をしつつ、2頭さんにはキモいと言われてしまうかもしれないけど、エロ表現は文化だし守っていくべきだと思うと述べたとか。いや、それ2頭さんに言うだけ無駄でしょう。これに対し2頭さんは殿下の宝刀キモイを抜いています。それから10日ほど経って渡瀬夏彦氏から、謝罪文が送られてきたそうです。これについて恐ろしく長い連続ツイートで2頭さんが書いているんですけど、結論部分はこれです。あなたの言動はよくあるミソジニー男性の典型的な反応です。左派ジャーナリストを名乗っておられるのですから、発言を撤回しますといったところで、被害がなくなるわけではないことくらいはご理解されていると思います。ご自身が踏みにじったもの、その影響についてどのように認識し、どのようにそれらの回復のために努めるのかお考えください。藤田氏や多くの反省できない男性たちのように、僕は被害者だ、反省しているし謝っているのにずっと攻撃される、あれは誤解だみたいなことを言い始めるのはやめてくださいねと、まあこのようにボロカス書かれるっていうね。ミソジニーっていうのも一応解説しておくと、女性に対する憎悪とか嫌悪とかそういう意味合いですよ。まあ今回の件はね、直接2頭さんにエロ表現は文化なんて伝える方がどうかしてると思います。ただそれに対する2頭さんの対応の強さね、この所業を見てるともう本当人が離れていくんじゃないでしょうか。もう迂闊に特に男性が関わると、なんかマンスプとかさ言われてしまうかもしれないし、桑原当然ですけど、渡瀬夏彦氏の方にも言い分はあると思うんですよね。まあ、独善性対独善性の戦いというか。ということで、続きは生放送でやりますので、ぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。